バルター・ヨハネス・ダムロシュは、プロイセン出身のアメリカの指揮者、作曲家。リハルト・バーグナー作品の指揮で知られる。ラジオで活躍した指揮者の草分けであり、米国において、クラシック音楽の普及に大きく貢献した。ブレスラウにて、ドイツ系ユダヤ人の家庭に生まれる。父レオポルトと、兄フランクも指揮者である。幼児より、父並びにハンス・フォンビューローから、 音楽教育を受ける。1871年に、一家で、米国へ移住。1885年から1891年まで、メトロポリタン歌劇場の副指揮者。1885年から1898年までと、1917年から1921年まで、ニューヨークオラトリオ協会会長。 1885年に父を失うと、その後任として1928年まで、ニューヨーク公共楽団を指揮。ヨーロッパ公演の途市、戦中で、偶然アンドリュー・カーネギーに出会った時、ニューヨークにコンサートホールを建設する夢を語る。このことが、カーネギーの支援を引き出し、1891年、カーネギーホールの設立となって結実した。 1894年から1899年までダムロシュ歌劇団会長としてドイツ歌劇の紹介に尽力。第一次世界大戦中はフランスで過ごし、戦後1921年にはフォンテーヌブローアメリカ音楽院の設立に参加。1923年、自伝マイムシカルライフを上司。ラジオで活躍する前は作曲家としても有名だった。 ブリタニカ百科辞典第11版は次のように記している。ダムロシュは、シラノ・ド・ベル・ジュラックや、国なき男などの物語に基づき歌劇を作曲したが、これらの作品は今日ほとんど演奏される機会がなく、ただ、バーグナー作品の録音が広く知られているのみである。ダムロシュは、デイビッド・サーノフ時代の NBC で音楽監督を務め、 1928年から1942年まで NBC の児童向けクラシック教育番組ミュージックアプリ e c i a t i o n h の司会者を担当した。ダムロシュが残した数少ない録音の一つはワシントン DC のナショナル交響楽団と共に収録したサン・サウンスの歌劇ヘンリー・パッセイからのバレエ音楽の完全版であり RCA レコードからリリースされている。 1950年12月22日夜、心臓病により、ニューヨーク市で死去。ありがとうございます。